皆様方におかれましては、市民の防災の要として今後とも地域住民の安心安全の確保と我が国の消防のさらなる発展のため、平時からの備えがより強固なものとなるようご努力いただきますようお願い申し上げます。結びに、本年が災害のない1年となりますよう、また皆様方の今後ますますのご活躍とご健勝を心から祈念いたしまして、私の祝辞といたします。平成